じゃあこれは、意図的にこうコラージュしたわけじゃなくて、はい、もうこういう一枚の写真としてポンって出てくる。そうですね、捨てては蘇らせということをやる中でこう出てきたものを作品にしていく。面白い。新しいその隙間みたいなのを見つけることから生み出すイメージっていうのが写真的なものなんじゃないかなっていうふうに考えています。今回のピックアップアーティストは小山泰介さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。小山泰介さんです。生物学や自然環境について学んだ経験を背景に実験的なアプローチによる写真作品や映像作品を制作発表していらっしゃいます。近年では現代における写真技術をセンシングという観点から捉え、カメラにとどまらずハンドスキャナーやハンディ顕微鏡、定点観測カメラや 3D スキャニング技術を取り入れ写真表現の可能性を探求していらっしゃいます。今回作品が大型のものが4つ、一番重要なのがレインボーウェーブスということなんですが、そうです、この中で、はい、一番古い作品になるんですけど2013年のレインボーウェーブスという作品です。はい、写真なんです。そうですね、全て写真作品なんですけれども、あのレインボーウェーブスっていう作品はレインボーバリエーションズっていう一つの大きなこうバリエーションワークの中のちょうど真ん中の時に作った作品です。もともとレインボーフォームっていう作品を2009年に作ってたんですけれども、その時に撮った写真プリントとか写真のデータを元にしてどんどんこうさまざまなこうバリエーションを制作していくようなシリーズですね。基本はそのじゃあ最初に撮った、レインボーですか、はい、が元になっていて。そうです。レインボーウェーブスに関して言うと、もともとその撮った虹の写真のプリントを、実際に海に沈めて、で海の波と一緒にもう一度こう再撮影しているような作品です。なるほど。その作品はあの瀬戸内芸術祭2013年の時に、小豆島に滞在制作した時に作った作品で、はい、瀬戸内海のさざ波がめちゃくちゃ綺麗だったので、その波のこう影響と写真 の, その、まあ、印刷のドットとかがうまくこう画面の中でコンビネーションを起こすんじゃないかなと思って、で取り組んだシリーズ。虹自体もあの実は空にこうかかっている虹を撮ったものではなくて、はい、東京の街中の自動販売機とかにこう入っている広告ポスターの虹を写真に撮ったものなんですね。なるほど。なんであのよく見ていただくとあの印刷のドットが見えていて、はいはいはい、でこれは印刷のドットなんだ。はい、そのドットが、レインボーウェーブスの場合だと実際の本当の波の揺らぎによってこう増幅されたりとかしているような状態です。これはあの瀬戸内国際技術祭で、発表した時のもので、でそこの、まあ、その島に滞在してその島の周辺環境をもとに作品をずっと作ってました。例えばじゃこれなんかは、はい、ビルの窓ガラスですけど、そうですね、はい、いろんなものが織り交ざっています。そうですね、これは、はい、あのちょうど2018年頃から、2年間ぐらいの間に制作していたものなんですが、リバイブという、まあ、シリーズで再生ということなんですけど、モチーフとなっている写真は、2020年の東京に向けてこう東京のいろんな場所で再開発が行われていた中で、そういったその新しい何かをこう建てているところと古いものを壊しているところをこう撮影した大量のこうデータがありまして、はい、でこのリバイブという作品はその写真のデータそのものを一回ハードディスクごと全部消去して、でデータ復旧ソフトウェアというあのツールがあるんですけど、そのソフトウェアで捨ててしまった写真を復活させようとしたときに起こるエラーを扱っているんです。なのでこれはあの場所を言うとこの両サイドのビルは渋谷の新しいビルを作っているところで、真ん中は築地市場が取り壊されていく過程だったんですけど、そのデータのプールの中でたまたま渋谷と築地が合体して、で部分的にこうピンク色に変わったりとかこうデジタルのノイズが入ったりとかしたような画像になっています。じゃあこれは意図的にこうコラージュしたわけじゃなくて、はい、もうこういう一枚の写真としてポンって出てくる。そうですね、あの、はい、復旧できました、写真が直りましたというふうに出てきてるんだけども、よく見るとこういうエラーが起こっているというような、それはすごい確率が低いというか、あの復旧ソフトの、まあ、性能が高いのでめったに起こらないんですけど、はい、それをこう何度もこう捨てては蘇らせということをやる中でこう出てきたものを作品にしているという。面白い。東京自体がスクラップ&ビルドでどんどん生まれ変わる中で、当然いろんなエラーだったりとか予期しない偶然だったりとか、そういった中で街も人もこう育まれているというか変化しているなと思った時に、なんかそれをこう一枚の写真ではなくてこういったこうエラーもはらんだイメージとして表現できないかなと思って、それで取り組んだ作品です。あとさっきおっしゃられたそのセンシング、はい、センシングという技法を使ってその写真を撮るというのはどういうものですか。そうです。
昔はフィルム写真ってこうネガがあって、ネガって物質なので、うん、その物質に焼き付いた像が、まあ、こう何らかの過程を経て写真になるということがあったと思うんですけど、今はその外の光の状況も、例えば 3D スキャンみたいなスキャナーからこう赤外線でこうバーってスキャンするような情報も、全てそのセンサーがこう受け取ったものがイメージになるなと思っていて、その意味においては多分カメラで撮ろうがスキャナーで撮ろうが全部その写真的なイメージだなと思っているんですよね。でそういうふうに考えた方が、このまあ現代においては写真ということをより深く考えられるんじゃないかなと思っていて、でそのまあセンシングというものを一個こうまあキーとして考えるようになったという形です。スキャナーって要はスキャナーの機械があった場合、はい、そこにまあ何かしらの像を取り込ん で、はい、でデータに落とし込んでいく。そうですね、そのまま一般的なスキャナーはこうフラットベッドスキャナーという箱型のもので、はい、上にスキャンしたものを置いて、うん、まあ、光がこうビーってスキャンすると思うんですけど、うん、そのライトフィールドという作品の場合は、はい、スキャナーを2台使ってます。で2台というのは、2台目は何かというとハンドスキャナーという、 こうスティック状 の、 スキャナーがあるんですね。そのスキャナーの光 と、フラットベッドスキャナーの光のこう合わせ出す、こうサンドイッチのように合わせた状態で、上から下からってことですね。そうですね。でなのでそのライトフィールドの作品の真ん中にこう白い筋が入っていると思うんですけど、それはそのフラットベッドスキャナーのスキャナーから出ている光なんですね。で白い光の中にいろんな色が見えていると思うんですけど、そのスキャナーの光が RGB の光をこう点滅させながら対象物をスキャンしようとさせる光そのものを手でスキャンしているというか、でしかも同時にその2つのスキャナーの間に、この緑色の場合は光が当たると色が変わる偏光性のフィルムをこう無理やり挟み込んでいて、でそのフィルムも自分でこう引っ張りながら、スキャナーもその引っ張っている状態を無理やりこうスキャンするような感じで、かなりこうフィジカルに動かしながら最終的にどうなるかわからないイメージをこう生み出しているというか、写真ってもともとオブジェクトがないとできないものだと思うんですね、写すものとか被写体が、でこれだけその写真の表現とかが増えたときに、よりゼロに近いイメージっていうか、ゼロに近いイメージメイキングができないかなと思ったときに、本来その主役になるべきではなかったというか、対象物をスキャンする役目しかなかったスキャナーの光っていうものの反射光だけでイメージを作れば、限りなくゼロに近いイメージになるんじゃないかなと思ったっていうのがきっかけです。じゃあその被写体というものはもしかしたらそのゼロに限りなく近いかもしれないけど、はい、残ってるのは小山さんの体だけ、はい、そうですね、行為の記録がトレースされているというか。なるほど。これは確かアンビーで展示されてました、ね、はい、昨年末に、はいはい、してます。これも同じくスキャナーなんですけど、モチーフがこれ知恵の輪なんですね。知恵の輪って頭でこうイメージして、このルートだったらこの輪が外れるかもみたいに思っていても、ふっとした瞬間にこう勝手に抜けちゃったりとか、なんかこう想像していることと体の動きがこう変にこうリンクしない瞬間にこう溶けたりとか、で溶けてしまったけど逆に戻せないとか、結構そのなんかイメージすることと体の動きがぶつかり合うこととかすごい面白いなと思って、実際1枚そのスキャナー用のガラスを上に当ててるんですけど、こうガチャガチャ言いながらこう無理やりスキャンしていて、なんかそのイメージとその物体のぶつかり合いだったりとか、そのイマジネーションと体のぶつかり合いみたいなことをまあテーマにスキャナーを使った作品です。でまあそのぶつかり合いというか衝突が一つテーマだったので、支持体もアルミニウムの板を使っていて、アルミニウムの板に UV インクの粒子がこうぶつかることで、まあ作品のイメージになるようなそういったコンセプトで作っています。写真に対しての考察というものをこう経てきて、はい、今その小山さんにとってその写真ってどういうものになっているんですか？僕にとって写真というのはそのテクノロジーの変化にこう追従して新しいイメージを生むものだなというふうに思っています。あとはそのカメラでもスキャナーでもそのものの機能に備わっていない使い方とか、新しいその隙間みたいなのを見つけることから生み出すイメージというのが写真的なものなんじゃないかなというふうに考えています。なんか写真の話を聞いてるような、うん、写真じゃない別の話を聞いてるような、そうそうそう写真家としてデビューした頃に、それは本当2005年とかなんですけど、当時からデジタルカメラで写真を撮っていて、うん、自分の趣味嗜好もあるかもしれないですけど、割とグラフィカルなものを撮ったりとか、その街中で切り取ったものも結構鮮やかだったりとかして、うん、で当時からそんなの写真じゃないってすごい言われてたんですね、うん、で僕の中ではすごく写真をやってるつもりが強かったので、うん、こうどれだけこう拡張していってもこれは写真であるということを、うん、まあ、一つ言い続けるっていうのが自分にとっては大事なことかなと思って。じゃあちょっとこれからの活躍も、はい、ぜひ楽しみにしております。ご覧いただければと思います。
小山さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。